成績が出ない時も温かく見守ってくださり本当に感謝しております。2023年オフに国内 FA 権を行使し、日本ハムへの移籍を決めた山崎福也投手、山崎投手と北海道との深い縁を知り、日本ハムでも頑張ってと感じた方も多いのではないでしょうか。そんな山崎投手のように新天地を求めた選手がいる一方で、男気残留を決断した選手がいることも事実。中には異例の早期決着でファンを大喜びさせた選手もいました。今回は独断と偏見で選んだ男気残留を決断したオリックスの選手を3名紹介します。当時を思い出しながら最後までご覧ください。若月健也。土ぼこりにまみれながらホームを守り抜き、リーグ3連覇に大きく貢献してくれた若月選手。他球団のキャッチャーを見渡しても若月が一番うまいんじゃないかと感じるのは私だけでしょうか。そんな若月選手も男気残留した選手の一人。前代未聞の残留宣言でファンからは安堵の声が次々に寄せられました。2013年のドラフト3位でオリックスに入団した若月選手。後に若月選手が一番最初に福良さんが使ってくれた。今までの指導者やコーチはもちろんですけど、福良さんには本当に感謝していますと話したように、福良監督との出会いが若月選手の転機になりました。福良監督は史上初の完全再開を記録した2016年に弱冠20歳の若月選手を大抜擢。最終的にチームの保守最多となる85試合に出場すると、若月の成長が大きいし全体がよく見えている、今は大変だろうけど経験を積めばいい保守になると思うよと高く評価しました。打撃には大きな課題があったものの、一気に正捕手の座をつかみ取った若月選手。ところが2020年8月に中嶋監督代行が就任すると、出場機会が激減していきました。伏見選手や頓宮選手が積極的に起用される一方で、若月選手はベンチスタートがほとんど。2021年も3番手捕手としてスタートし、2週間近く出番がない時期もありました。ひょっとすると若月は干されているのか、一部ではそんな声も上がりましたが、若月選手はプラスに捉えていた様子。開幕直後にフレッシュなメンバーで行くのはしょうがない、自分もそうやってもらってきたので何とも思わなかった、試合に出たくてしょうがなかったけど何が足りないのかを考える時間になりました、リード面は固まった考え方になっていたのかなと感じていたのでと振り返っています。特に若月選手の価値観をガラリと変えたのが、高めを使っていけという中嶋監督からの助言。若月選手もそれまでは低め中心でそういう考えはなかったので新鮮でした。最初はどういう使い方をしたらいいかわからなかった、だけどあそこじゃないとか、高めの中でもストライクゾーンで勝負とか、いろいろと教えてもらってすごく勉強になりましたと話しています。かつては守りに重きを置いた自衛隊型捕手と揶揄されながらも、この頃には打撃でも頼れる男に成長。攻守において存在感を遺憾なく発揮すると、リーグ連覇と日本一に大きく貢献してくれました。2022年オフには併用されていた伏見選手が FA 移籍。ついに若月の時代が帰ってきたと思った矢先に移籍してきたのが森友哉選手でした。まことしやかにささやかれたのが、若月は出場機会を求めて FA 権を行使するのではないかという噂です。当時の若月選手は保証が不要な C ランクに該当。一部では巨人や西武など保守が手薄な球団が手を挙げるのではないかと報じられました。山本投手や山崎福也投手らにも移籍の話題が絶えず、ファンはそわそわした状態でシーズンを迎えましたよね。攻守の要として活躍を続けた若月選手も予定通り8月に国内 FA 権を取得。ファンはオフの大流出を覚悟しましたが、約2週間後に本人の口から前代未聞の報告がなされました。悩んでいる1週間くらいが本当に苦痛だった、早く決めて楽になりたかった、愛着のある球団でという思いが一番ですとオリックス残留を明言したのです。異例の早期決断を知ったファンからは、森と若月、こんな贅沢すぎる時代が来るとは、確実に黄金時代到来コースやと喜びの声が相次ぎました。早期の残留宣言でシーズンに集中できた若月選手は、森選手を上回る83試合に捕手として先発出場。リーグ3連覇の影の MVP と称される活躍を見せ、自身初のゴールデングラブ賞を受賞しました。契約更改では7200万円増となる年俸1億2000万円の複数年契約でサイン。究極を言えば、スタメン出場した試合に全部勝てば使ってもらえる、そこを目指していきたいと決意を新たにしました。
捕手として抜群の安定感を誇りながらも長らく併用が続いている若月選手。それでもオリックス愛を口にし、男気残留で私たちファンを安心させてくれました。山本投手と山崎福也投手が移籍し、若手の台頭が不可欠な2024年のバファローズ、新たなエースを育てていく上で若月選手の残留が何よりの補強であることは間違いなさそうです。金子千尋、涼しげな表情からエグすぎるボールを繰り出し、最盛期は手のつけられないピッチングを披露した金子投手。山本投手ももちろんすごいですが、オリックスのエースといえばやっぱり金子という方も多いのではないでしょうか。そんな金子投手も男気残留した選手の一人。物議を醸した FA 宣言でしたが、決め手になったのはオリックスの本気度でした。2004年の自由獲得枠でオリックスに入団した金子投手、故障を抱えての入団だったこともあり、オリックスはハズレをつかまされたとも言われましたが、すぐに希望の星へと変貌しました。突発的に炎上することはあったものの、絶好調の金子投手の投球は圧巻の一言。2008年に自身初の2桁勝利をマークすると、2010年には最多勝のタイトルを獲得し、一気にその名を知らしめました。その後はガラスのエースと揶揄されるシーズンを過ごしましたが、2013年からの2年間は完全無欠の大エースに。魔球と称されたチェンジアップが猛威を振るい、パ・リーグの強打者たちもお手上げ状態でした。2013年は田中将大投手の陰に隠れたものの、沢村賞の選考基準を全てクリアする快投を披露。2014年には16勝5敗防御率 1.98 の好成績をマークし、長年低迷していたチームを一気に飛躍させました。リーグ優勝は逃したものの MVP に選出され、前年に逃した沢村賞も受賞。自他ともに認める球界のエースになりましたが、オフには去就をめぐって大騒動が勃発しました。 FA 権の行使について問われた金子投手は、アメリカの球場の雰囲気に昔から憧れていた、メジャー移籍という選択肢も頭に出てくると海外移籍をちらつかせるコメント。ただ金子投手が取得していたのは国内 FA 権のため、海外移籍の場合はポスティング制度を利用するしかありません。そこで金子投手は国内 FA 権を行使した上でポスティングシステムを併用することを口にしました。仮に実現すれば史上初のケース。当時の私はよくわからなかったのですが、この方法にはどんなメリットがあるのでしょうか。後に金子投手は、メジャーに行けるチャンスが今年で最後かもという気持ちがあった、もう1年待てば海外 FA 権を取得できましたが、怪我をしてしまえばもう1年かかる、もし国内 FA 権を行使してポスティングもできたら日本とアメリカ全部の球団と話ができる、こんな機会は今年しかないと思ったと振り返っています。どうやら金子投手が望んでいたのは、日米42球団がどんな評価をしてくれるのか確かめたいということだった様子。メディアでは一部だけを切り取られ、ポスティングと FA の併用という抜け道だ、これはオリックスへの脅しに等しいという心ない声も寄せられました。オリックスのフロント陣は頑なにポスティング移籍を拒否。さまざまな憶測が飛び交う中、 FA 宣言から10日後に事態は急転します。今年のオフはポスティングをしない方向で考えています。なんと金子投手は2014年オフのメジャー移籍を断念し、翌シーズンは国内でプレーすることを決めたのです。発表の数日後に右肘を手術したため、肘の故障がメジャーを諦めた理由だという声も上がりましたが、金子投手は否定。後に金子投手は、日本で頑張ろうと決めた直後に症状が出た、それがあったからメジャーを諦めたと思う人がいるかもしれない、実際はそうではなく本当にそういう順番だったんですと話しています。夢はひとまず封印したものの、この瞬間にオリックスを含めた国内球団による争奪戦がスタート。金子投手も、ここが人生が決まる場所かもしれない、ちゃんと考えて納得して決めたいと慎重に交渉する姿勢を示しました。報道によると、楽天や阪神、中日などが交渉に名乗り出たとのこと。そして約1ヶ月後の12月24日、会見を開いた金子投手が表明したのはオリックス残留でした。決め手となったのは、大型補強に乗り出すなど優勝への本気度を感じたこと。金子投手は、いろんな球団から本当に素晴らしいオファーをいただいた、それ以上に今のチームメートと一緒に今年できなかった優勝をしたい気持ちが強かった、優勝への本気度も伝わったし、ファンも今までと違うと感じたと思うとすっきりした表情で話しました。交渉した球団の中には、海外移籍を見越した魅力的な契約もあったとのこと。それでも金子投手は、
4年総額20億円を提示したオリックスを選んだのです。ファンからも、金子が残留なら黄金時代の到来や、さすが俺たちのエースという歓喜のコメントが届きました。しかしご存知の通り、大型補強は大失敗し、オリックスは黄金時代どころか暗黒時代へ一直線。金子投手も度重なる怪我に苦しみ、2桁勝利を挙げたのは2017年のみでした。4年契約満了時には、オリックスが好きだからこそ新しくなろうとしているチームにいていいのか、僕が入る前も入ってからも優勝できていない、僕に原因があるのかなと思うことが正直ある。僕がいなくなったらオリックスが優勝できるんじゃないかと自問自答。結果的に自由契約を申し入れ、日本ハムへの移籍を決断しました。2022年限りでの引退を決めた際には、いい時も勝てない時も後押ししてくれた皆様に感謝しています。こんな私を応援していただき本当にありがとうございましたと、ファンに向けて感謝のコメントを残した金子投手。 FA を境に苦しんだものの、低迷期を支えてくれた大エースであることは間違いありません。チーム愛を語って残留してくれたあの時の喜びは今もファンの心に刻まれています。足立良一、難しいプレーも当たり前のようにやってのけ、随所にいぶし銀の働きを見せてくれる足立選手。ここ数年はスーパーサブに回っているものの、まだまだ足立ちゃんの力が必要ですよね。そんな足立選手も男気残留した選手の一人。その裏側には球団への感謝の気持ちがありました。2011年のドラフト1位でオリックスに入団した足立選手。高い評価をいただいて嬉しいし、開幕1軍を目指して頑張りたいと抱負を語りましたが、一筋縄ではいきませんでした。即戦力として期待されたものの、ベースの踏み忘れや悪送球など目も当てられないプレーを連発。一部のファンの間では、ドラフト1位は川端隆義で、足立は8位指名だったと揶揄されるほどでした。ところが2012年オフに大引き選手がトレードで移籍すると、森脇監督は足立選手の積極起用を明言。するとプロの水に慣れたのか、足立選手は名ショートへの道を歩み始めました。あの源田選手も憧れたクロート好みの守備を身につけ、レギュラーに定着。2015年には11本塁打55打点を記録し、将来的にはトリプルスリーも狙える選手だという声が次々に寄せられました。しかし2016年の自主トレ中に引退も覚悟したというほどの体調不良に襲われます。診断結果は、厚生労働省が指定する難病の一種である潰瘍性大腸炎。春季キャンプには参加できず、20日間の入院生活で体重は約10キロも落ちたといいます。それでも2月中旬から練習を再開すると、4月中旬に1軍に復帰、7月にはリーグトップの打率をマークし、月間 MVP を獲得してみせました。ただ病と付き合いながらのプロ生活は想像を絶する世界だった様子。夏場を迎えた頃には、毎日試合に出るつもりで来てるんですけど、体を動かすとだるくなると本音を吐露したこともありました。球団もナイターの翌日がデーゲームの場合はメンバーから外すなど、足立選手の体調に最大限の配慮。出場が難しいと判断した日は、今日は無理そうですと福良監督に直接連絡を入れていたといいます。テレビ越しに見ていても、今日の足立ちゃんは体調が悪そうやなと感じたことが何度かありましたよね。翌年以降も休養日を設定し、体調に気を使いながらシーズンを戦った足立選手。そんな足立選手は2018年の契約更改で、球団への感謝と男気残留を明言しました。翌年に国内 FA 権を取得予定だった足立選手に対して、球団は3年契約を打診。すると足立選手は、病気を抱えている中で複数年の話をいただいてありがたかった、チームに迷惑をかけたというのもあるので、優勝を目指して頑張りたいと球団への感謝と FA 権の凍結を明言しました。これには球団本部長も、球団としては長くいてほしかったので良かったですとほっと一安心した様子。この時の足立選手は、病気もあるのでさすがに長くはできない、3年契約をしましたけど、それで終わりぐらいの気持ちでやっていきますと話しましたが、その後心境に変化が生じたようです。きっかけになったのは、2019年3月に誕生した長男の存在。我が子の成長を見守るうちに、プロ野球選手としてやっていたことだけでも子どもの記憶に残るようにと、長く現役を続けたいという思いが再び芽生えたそうです。2021年に海外 FA 権を取得した際も、講師なんてするわけないじゃないですか、韓国にでも行きますか、僕はオリックスで野球を続けたいです
と生涯オリックスを宣言。2021年以降は紅林選手にショートを譲る形になったものの、攻守において渋すぎる働きを見せ、リーグ3連覇に大きく貢献してくれました。2024年からは体調とキャリアの両面を考慮し、選手兼任コーチに就任することが決まった足立選手。足立選手も、中嶋監督は兼任で9年やったと聞いたので、負けないようにしたい。体が動く以上は選手としてしっかりやりたい。1年でも長くやりたいですから。と新たな目標を口にしました。来季も随所でいぶし銀の働きを見せ、チームをリーグ4連覇に導いてほしいですね。あなたは男気残留したオリックスの選手と聞いて、どんな選手を思い浮かべましたか？今回紹介した選手へのエールも含め、ぜひコメント欄で教えてください。本チャンネルでは、野球に関するあんなことやこんなことを考察していきます。ぜひ、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。